はい、愛するマリンとオカニャンへ。このパックリングは美味しくもぐもぐできそうだぜ。マリオカですか、オカマリですか、どっちも美味しそう。ここにコロさんとアクタンをどう関係させようか、うん、薄い本が熱くなるね。来年も頑張っていきまっしゃい。オカニャンをだ、うん、ダギトークみたいなするとさ、だいたいさ、うん、コメントでさ、うん、ね、コーネが怒るよみたいな、あーはい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 、なるんですけど、どうなんでしょうね。コロさんはやっぱワンちゃんだし、はい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 、こうおかゆおかゆってしてくれるから、うん、そういう風に捉えられるのもまあわかるんだけど、うん、コロさんはね結構そこに関して熱い信頼を置いてくれてる、かつそういう部分まで結構面白いなって感じるタイプだと思うから。なるほどね。そう、マリオカが何かそこで発展していたとしてもコロさんはそれを楽しむと思うんだよな。え、じゃあ未だに彼女面してるミナとアクアは？あーアクアはさ、うん、どうなんだろう、今の僕にもちゃんと興奮してくれてるのかな。アクタの中ではね、チューリングラブを一緒に歌ってくれたおかゆみたいな時代で多分止まって、あのおかゆ先輩が無限にチューリングラブの男の歌わされてた時代の生き物なんで。なるほどね、はい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 マッチインキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、イエーイ、イエーイ。